回り込んでくる津波、もともとはですね、津波はこの防波壁、正面からやってくるであろう津波に対してはこの防波壁で受けます。で、力はそれで受けるんですが、その回り込んでくる東西の方ですね、東側に回り込んでくるであろう津波をブロックしましょう。で、この敷地の中に極力その浸水をですね、しないようにしましょうというのが目的がこの盛り土です。